マクネアリー軍はアメリカ合衆国テネシー州の南西部ミシシッピ州との宗教に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は26,075人であり、2000年の24,653人から5.8%増加した。軍庁所在地はセルマー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。シリーズ映画ウォーキングトール』の登場人物である。 ビュフォードプスサー保安官は1964年から1970年までマクネアリー軍保安官を務めていた。軍内にはクーンクリーク科学センターがあり、ここには後期白亜紀の貝殻や脊椎動物の化石が保存されている。パーディの町は1890年まで軍庁所在地だった。パーディ墓地には1800年代初期の日付が刻まれたものがある2007年撮影。 パーディの町は1890年まで軍庁所在地だった。この年からセルマーが軍庁所在地になっている。ビューフォードプスサーは1964年から1970年までマクネアリー軍保安官を務めていた。セルマーにある軍庁舎と監獄が活動拠点だった。不法の上流業者、密造主化、賭博場軍の腐敗と戦ったことで名声を得た。 その物語は、ジョードン・ベイカーとボース・ベンソンが出演した、シリーズ映画ウォーキング・トールや多くのドキュメンタリー、書籍で有名になった。マクネアリー軍で、現在も続く最古の事業は1902年に、発刊した新聞、インデペンデント・アピールである。セルマー氏の北2番通り111にある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は561平方マイルであり、この内陸地560平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.14%である。軍内を通る幹線道路は、東西方向のアメリカ国道64号線と南北方向のアメリカ国道45号線であり、これらが軍内で交差して、軍域を4つに分けている。 国道64号線はニューヨーク市からサンフランシスコ市まで伸びていた歴史的なリーハイウェイを使っている。軍内には広さ5000エーカーのビッグヒル池州立公園があり、樹木で覆われ後期定地になっている。軍内にはクーンクリーク科学センターもあり、クーンクリーク地層の上のリープウッドに位置する化石有名な場所であり、ここには7000万年前の後期白亜紀の貝殻や、 脊椎動物の化石が保存されている。さらに州内でも最も成功した田園部芸術組織がある。アーツイン・マクネアリーと呼ばれ、演劇公演、地元美術の展示、2年に1回のアーティザントレールなどを通じて、軍内と周辺地域での芸術認識を高めている。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ありがとうございます。